ラストで初めてこのフレンチトーストを食べてみる。すごい美味しそう。イビジョだ。変わらず。無事にむくちゃーん。無事。よいしょ。無事無事。あとね、どこくらい行こうか。無事ね。無事行こうか。よし。行こう行こう行こう。マコさん。はい。あ、いた。いくよ。ふい。ふい。ふい。うおー、くっちゃん。はい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 。はい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 。もぐちゃんちょうだいよ。あ、これで。え？え？もぐ？え？え、取ってきて。え？もぐ取ってきて。もぐあれ。取ってきて。ダメだ。ちょっとカメラを止めて本気で遊ぶか、もくちゃん。行くぜ。はい。もくさん。かわいい。もう来ないって確実、手に入らないって思った。
こちゃん、もこちゃん、はい、帰ってきたらもこちゃんお気に入りのブランケット一直線でございましたやっぱりお家の匂いがね落ち着くんだと思います。こんなに長い旅行をしたのはもこちゃん初めてなので、多分結構疲れたと思うので、この後しっかりね休んでもらいました。で、今は難しいかもしれないんですけど、またもこちゃんとね旅行とかお出かけはしたいなと思っているので、ちょっとね早く落ち着いてくれることを祈るばかりでございます。で、今回で、豆柴と行く那須旅行編は終わりになります。全4回になりますが、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。で、次回、飼い主ラジオの方で裏話など入りきらなかったところをお話しできたらなと思っているので、そちらもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。